はい、まあみゆたんと私はもうねご存知の方 ね、 そうですね、たくさんいらっしゃると思いますけど、そう最近もねもう会ったばっかだから、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあそのライブが終わった後に結構みんなでね焼肉行ったりとかして食べに行った。あれうまかった。めっちゃ可愛かった。聞いてほしい。なんかあったっけ。めっちゃ可愛かった。なんかあったっけ。私はなんかさドリンクが出てきた時にさ、うん、そうだでも終わった後だからって言ってさ、うん、もう、うん、お酒を飲むぞって言ってさお酒を飲んでたんだけど、うん、やっぱああいうねみんなで行く会ってみんなの飲み物が全部揃って乾杯してから、うん、始めましょうねって言うじゃん、うん、基本そうじゃないですか、うん、なんか先に来たんだよね。ドリンクが私のビールがそうチェミのドリンクが先に来たらもうずっと、うんもう待てされてる子犬かのようにもっと飲みたいのに飲みたいちょっといいかなって声とよ待てみんなに言われてってなってめっちゃ可愛かった。あれが動画に残ってるからね我々動画に撮ってたんだよねひなきちゃんセミ待てだよって待ていい子だよ待ってねもうちょっとだよっていうだから結構私の中でも久しぶりのお酒だったからそうだよ、ね、ちょっと酔っ払っちゃってあ、ね、すごい楽しそうでしたよじゃあ今からみんなのいいところ行っていきます。みんなのいいところ行ってくれたのみんなのいいところ行っていきます。みゆたんはさ本当にさ周りが見えててさ本当にね綺麗だしねみたいなめっちゃ褒めてくれるんだけど人によってはもう本当優しくてみたいなそうだんだん中身なくなってきて中身なくなってなっちゃんに返しちゃうなっちゃんはいいよだっけだっけまあね一緒にやってるから雑に扱えるっていうねっていうのもあるんですけど今日酔ってないから今日はシラフ今日は通常ですよ。まあまあそんな感じで楽しい二人でやっていこうと思います、はいはい。